皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日の動画は私が休日にやっているお気に入りコスメを使用してメイクをしています。私お休みの日は結構アクティブで、家にいるよりも外にいる機会が多いです。子供と公園に行ったりとか遠出をすることが多く、そのため紫外線には気をつけています。休日のメイクのこだわりで、ベースメイクは日焼け対策はしっかりとできるんだけど、お肌を休めたい。ポイントメイクではいつもより朝早く起きて準備をするので、簡単に済ませれるけど、お出かけ先で思い出の写真を撮る機会が多いので、漏れるを重視してメイクをしています。そしてメイク直しをする時間がいらないように、崩れないを重視してメイクアイテムを選んでいます。何か参考になれれば嬉しく思います。それではスタート。お休みの日は子供たちと一緒に動き回ってカジュアルな服を着ることが多いので、メイクも結構ねカジュアルめに変えています。ベースメイクはこちら、アウェイクのレイオブブライトラディアンスモイスチャーライザーを使用します。こちらは SPF20PA+ です。この時期の紫外線対策はもちろんですが、乾燥の対策もできます。そして今ちょっとね花粉が舞ってますよね。その大気中にある微粒子からもお肌を守ってくれます。見た目はクリーム状なんですが、乳液のように優しく伸び、角層まで潤います。オイルインウォーターベースだから、みずみずしいつけ心地でお肌に負担を感じさせないです。なんかスキンケアの延長線みたいな感じでつけれます。ピンクやゴールド、シルバーの大小様々に輝くパールのグローパールにより、ストロボ効果でお肌に透明感と立体感が出ます。塗っている方と塗っていない方を比べてもらうと全然違いますね。これを下地として使用することで、内側から湧き出たようなみずみずしく艶めく肌に仕上がります。塗ったそばからつるーんと光り輝きます。こちらをムラなくしっかりと塗り広げます。お顔以外にも首やデコルテに重ねるとキラキラして可愛いし、紫外線対策にもつながります。こんな感じでツヤ玉も出現します。ファンデーションの代わりに CC クリームを使用していきます。こちらです、アウェイクのプットオンハッピーフェイスティンティッドモイスチャーライザーです。去年の冬の時期から使い始めて、もうすっかりドハマりしました。休日はもうこれしか使ってないです。スキンケアにも使われている美容成分がたっぷりと配合されていて、スキンケアとメイクが同時に叶う高機能 CC クリームです。これをパール一粒分ぐらい取って、お顔の中心をメインに重ねていきます。これを中心から外側に向かって伸ばし広げるんですけど、もうほとんど中心にしかつけないです。お肌と一体化するカバー力だから、塗っているところと塗っていないところの境目があんまり出ないんですよ。厚塗り感はないんだけど毛穴はカバーできます。オイルとパウダーの絶妙なバランスで配合されているから、保湿されてツヤ肌に仕上がるんだけど、長時間崩れにくくって、お直しが不要なところも気に入って使っています。すごく伸びがいいので、指で伸ばしてもムラになりにくいです。こちらは SPF50+PA4+ で、国内最大値で紫外線はもちろんですが、肌にダメージを与える乾燥や花粉、塵、ホコリ、様々な大気中の微粒子から守ってくれます。ファンデーションの色を選ぶときはだいたい標準色、そのため CC クリームは01番を使用しています。標準色よりも暗い方は02番がおすすめです。そしてこの度、標準色よりもお肌が明るい方に待望の新色が出ました。00番のライトです。トレンド感のあるピンクオークルの明るいカラーです。お肌の色と馴染みやすい3色展開です。お肌に合うカラーを試してみてください。続いてコンシーラーは MIMC のナチュラルホワイトニングコンシーラーを使用します。固めのコンシーラーなので、体温で柔らかくしてから使っています。で、目の下はコンシーラーでカバーするんですが、薄いシミとかであればもう先ほどの CC クリームでしっかりカバーができているので、休日は必要最低限のクマだけカバーしています。もう一度レイオブブライトラディアンスモイスチャーライザーを今度は上地として使用していきます。高く見せたいところにこのように指でトントンしながら擦らずにのせていきます。
より立体的でツヤっと仕上がります。フェイスパウダーはこちらのオンリーミネラル、ミネラルクリアグローフェイスパウダーを使用します。せっかくのツヤ肌を抑えたくないので、フェイスパウダーはパールが入ったものを使用します。これを皮脂が出やすい鼻周りと頬、目の周りはアイメイクがにじまないようにしっかりめに重ねます。チークをのせるところもサラサラにしておきます。フェイスパウダーは足さずに最後全体に伸ばし広げます。このようにベースメイクは肌トラブルをカバーするんだけれども、お肌に優しいものを使用しています。それではポイントメイクに移ります。ポイントメイクアイテムは時短だけど漏れるものを使用していきます。キャンメイクパーフェクトマルチアイズの5番です。こちらはアイブロウ、アイシャドウ、アイライナーとして使用できるマルチパウダーです。時短メイクでも必ず眉毛は描きます。眉頭はこちらとこちらを混ぜます。普段メイクするときはペンシルとパウダー両方使うんですが、お休みの日はちゃちゃっと済ませたいのでパウダーだけで描いています。ブラシも大きいものを使用すると広範囲を描けるので時短につながります。眉中はこちらのカラーを使用します。眉尻は濃いブラウン、パウダーのみで仕上げているのでふわっと優しい眉に仕上がります。じゃあ反対側も。最後眉頭は鼻の側面にこのようにノーズシャドウ代わりにぼかします。目鼻立ちがはっきりするし眉頭もぼけるので一石二鳥です。ではこちらのテラコッタカラーをアイホールに広げていきます。で、指塗りで重ねると時短にもつながるしカジュアルに仕上がります。目の下はブラシを使って囲み合いに仕上げていきます。下まぶたのラインとマスカラを省いても囲み合いにすることで目力が出ます。アイシャドウに使用したテラコッタカラーを眉毛にもふわっと重ねると統一感が生まれます。一番濃いカラーをアイライナー代わりに引いていきます。目尻の羽は4ミリほどオーバーにし、目尻3分の1までに入れます。時短メイクではあるんですが、やはり自分のねテンションが上がらないとメイクをしている意味がないので、まつげメイクだけはいつもと変わらずちゃんとやっていきます。ビューラーでまつげを上げた後、キャンメイクのクイックラッシュカラーのブラウンを使用します。ブラウンのカラーを選んで抜け感を出していきます。ではリップに移ります。使用するのはこちらレディットのミラーレスティントルージュの3番、スパイシーコーラルです。こちらのシリーズ大好きで何色か持っています。ティントタイプで保湿もできるので1本でリップメイクが完成します。鮮やかなカラーや濃いカラーを使用することで手抜きに見えないし写真映えもします。商品名の通りミラーレスで完成します。最後にチークは春らしいオレンジを選んで重ねていきます。普段は縦長に入れているんですが、正面にチークが見えていた方が写真映えするので横にふわっと入れていきます。使用したのはキャンメイクのパウダーチークスの PW44 番、パールが入っているのでツヤっぽく元気な頬に仕上がります。ヘアも前髪とかセットしているとちょっと時間がかかるので上げちゃいます。ハーフアップにして高めの位置でお団子にします。引っ張り出してルーズな感じにします。残った髪の毛もざっくりとまとめ、短い毛が落ちないようにピンで留めます。余った毛でぐるりとゴムを隠してピンで留めます。カジュアルなファッションとよく合う健康的なツヤ肌でナチュラルメイクだけど写真映えを意識したポイントメイクです。私の休日メイクで絶対に外せないこちらの2点、アウェイクのプットオンハッピーフェイスティンティットモイスチャライザーは以前からずっと使用していたんですが、レイオブブライトラディアンスモイスチャライザーダブル使いをすることで日焼け対策をバッチリでき、よりツヤ肌で美肌に仕上がります。混合肌で崩れやすい私でも崩れにくいので本当におすすめです。下の概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらチェックしてみてください。以上、最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターもやっています。そちらのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。